ギターフロンティアへようこそ。ゆうかの新入荷情報といったわけで、本日は新入荷情報をお届けしようと思うのですが、とはいってもまだよくわかりませんので、本日はあの方を呼んでみたいと思います。店長、はい、ギターフロンティアへようこそ。それでは私がですね、新入荷情報紹介したいと思います。それではカメラさんちょっと来て、はい、一挙ゆうかちゃんね、はい、ゆうかちゃん、さっき中途半端に照れてたなまだ振り切れない、はい、もうちょいだな、はい、頑張ってください。頑張ります。さあ今日ね、いろいろいくつか入ってるんですけども、まずこれからかな、これ、はい、大人気 K やり、JY45 2012年製オール単板の、ギターです。これ今現行モデルであるんですけど、今現行モデル定価18万かな、純正ハードケース付きでめちゃくちゃ状態です。バッチリ原稿も下がって仕上がって、さっき弾いたらめちゃくちゃ良かったです、ね、よろしくお願いします。そして隣、これまだ最終的に仕上がってないんですけど、今ちょうどさっきの調整中だったんですけど、ヤマハのこれ意外と珍しいんですよ。これ80年前半、83だったっけな、LA17、ね、トップとバックが単板の、ギターです。ヘッドの形がヤマハにしてはちょっと変わってますよね、ちょっと細身で。これも珍しいっちゃ珍しいです。さあそして、はい、ゆかさん下これ取れる、はい、これもね、はい、なかなか中古では珍しいんですよ。アリアプロ2のセミアコベースだね、ベースです。こういうのもあるんだね。トラメでメープルトップが綺麗です。状態素晴らしいですよね、綺麗です。さあちょっと飛びまして、こちらトムソンの BW35 鈴木バイオリン製です、ね、ハミングバードタイプ、これもいい音しますよ本当に。はい、そして、こちらちょっと何本か飛ばします。フジゲンのネオクラシックシリーズのレスポールタイプ、これ定価というか実売で 14、5万だったと思います。程度抜群、本当にめちゃくちゃ状態です。7万8000、これはギグバックだったかな、純正の、ね、こういったのもございます。さあそしてカメラさん、ゆっくりこちらを、はい、こっから行こうか、はい、エレキ、これね結構コンポーネントタイプというか、スパイシーブルドッグっていうブランドなんですけども、めちゃくちゃこのバインディングの木だったり、これピックガードも木なんだよね、木でこう彫ったような感じで、このメイプルのネックもめちゃくちゃ綺麗ですよね、うん、さあこんなのもございます。さあそしてこちら、これがすごいよ、うち初めて入ってきたこれ、ラバーミートゥーっていうのね、これ確か実売とか定価が7万8000円のやつなんですけども、まあ、エレアコになるんですけど、ちょっとミニサイズの例のヤマハのトランスアコースティックギターあったじゃないですか、リバーブの音がほら聞こえる、それと同じです。これスイッチ入れるとこのボディバッグがスピーカーのようになって、リバーブがかかった音が生でもあのシールドつながなくてもアンプなくても鳴るという、これも画期的で、素材が木じゃないんですよね、すごいこう最新のギターですよね。さあこちら、これもまあうちでは定番ですけど、ヤマハ L12-5、 L5 の12弦仕様ってことでしょうね。39,800円、ハードケース好きです。まあこの価格帯でこの頃のやつ人気ですね。さあそしてこちら、はい、カメラさん大丈夫ですか、今日後ろ気をつけてね、はい、気をつけます、はい、いやいいんですよ、はい、転んでもらった方が意外と盛り上がるからね、はい、はい、モーリス WH2070 年代、これ寺田楽器製29,800円、状態がいい、めちゃ綺麗、これもハミングバードタイプですね。さあそして隣、モーリスのミニギターで SG1 というタイプで、これねよく調べたらオール単板らしいんですよ、でもそんな高くない、これ調べたらね、これベトナム製なんだよね。さあそんなギターもございます。そしてちょっとゆうかさんカメラを貸してください、はい、今度は、ね、カメラマン交代しました、ちょっと、はい、はい、はい、交代しました、交代しました、はい、今ざっとやったのが新入荷情報ということで、今日は久々に、在庫&まだ売れてません
いくつかどんなのがあるんでしょうかということで、ざっとね、ざっとですけど、まずこれ懐かしいよね、80年代から90年代クレーマー、このフロイドローズがついていて、シングルシングルハムです。これ状態もいいんですよ、綺麗で、このカラーなんか深い緑っていうか、これな、ゆかちゃんこれ最近ビスタチオカラーとか言わない、こういうな緑が入ってるね、ビスタチオカラー、このサンバーストね、当時80年代ね流行ったんですよ一回、僕もこういうの買いましたもんね。さあそしてこちらヤマハの、これ古いんだよね、67年製の SA30T というヤマハの、これセミアコなんですけど、めちゃくちゃフルオリジナルで状態いいです。これもまだ売れておれません。はい、そしてまだ売れてないシリーズ今日いっぱいあるんで紹介していきます。こちら出ました、当店おなじみフレッシャーのストラトキャスタータイプですね。はい、でこちらがこれ、これゆかちゃんわかる、これなんだか、はい、エピフォンのレスポールタイプでしょ、はい、でもなんか首というかネック長くない？長いです。なんか長いよね、はい、で弦がよく見て、あ、太いんだよ、太い、これバリトンギターって言うんですよ、低い音、まあ、ベースみたいなギター、はい、はい、そしてまあ、いろいろ出ました、キラー、ね、これも人気ですよね。さあこちらは、これもずっと前からチラホラ紹介してんだけど、まだちゃんとした動画紹介動画してないんで、そのうちやろうと思ってるんですけど、やろうと思ってなかなかやんないんですけど、シェクタージャパンのストラトタイプ、状態めちゃくちゃいいです。さあそしてこれは皆様に今日はですね一番お伝えしたい、ギブソンレスポールのLPJ というタイプなんですけど、まあ早話レスポールスタジオの派生モデルなんですね。ペグとかいろんなピックアップカバーとか、なんか黒いパーツバインディングも使っているんですけども、そんなお高くないシリーズです。78,000円、なぜか状態悪くないんだよね、なぜかなかなか嫁に行かないというね。さあこちらもなぜかちらほら紹介してますけど、なかなか嫁に行かないトムソンのレスポールカスタムタイプで3ピックアップというね、まあ、これはどう考えてもキッスのエースプレリーモデルということなんでしょうけど、ゆかさんキッスってわかりますか？はい、え、わかるの？キスってバンドを知ってる？あ、知らなかった。今別のキスを考えてる、はい、そんなこと聞くわけねえじゃんか。ね、そういう後で教えます、キスっていうね、はい、有名なバンドがあるんですよ、はい、さあそしてこちらはアリアプロ2ですね、 PE シリーズ、これ P のこれ確か何だっけ R8 万円だったかな、当時8万円ですね。はい、そしてちょっとあっちの方に同じアリアプロ2ということで、アリアプロ 2TS500、 あ、ちょっと逆光でうまく見えないか、これパッと見ない、表から見るとスルーネックに見えますけど、これはセットネックです。はい、そしてこちらがこれ70年代後期なんですけど、ヤマハのね SC700、 当時7万円です。これも実はなかなかないんですよね、ほらピックアップそれぞれ特殊スイッチついて、状態もこれめっちゃ綺麗なんですよね、なぜか売れない。でちなみにこれね当時のハード系、純正ハード系好きなんですよ、それで44,800円、これ安いと思うんだけども。そしてこちら BC リッチ10弦ギターです。わかる、ゆかちゃん10弦？わからないです。わからないですか。10本あるんです、弦が。おー、これ今復元貼ってないんですけどね、はい、新品同様で入荷しております。そしてこちら、フルアコですね、アイバニーズの AF180、 これは富士弦製です、2014年製、程度抜群、こんなのも入っております。あとねこれも珍しいよね、バーニーのレスポールタイプで、サスティナーとフロイドローズがついて、フロイドローズタイプかついてる、これも新品同様で入ってきました。さあそしてここ最近時々まだ売れてませんシリーズやるときに必ずなぜか残っているフレッシャーのバイオリンベース、これ当時のハード、純正ハード系好きなんだよね、まだ売れてないというね。ということでいくつか紹介しましたけどもね、やっぱり今日の目玉はアコギファンにはこの K やり JY45、 これと
エレキファンは、あ、これも忘れちゃいけない出ました。これもね、それちゃんとやろうと思うんですけど、なかなかタイミングが合わなくて、ジャクソンのプロシリーズ、これは PRT3 というんですね。これ定価自体はね18万もしたんですよ。新品同様で入ってます。ジャクソンのデカロゴですね、ランディーローズファンにはたまりません。近々僕やろうと思ってるんですけど、ね、ダンカンピックアップ、このギターを紹介するときはもうあの曲しか、ね、弾いちゃいけないという、わからないでしょう、はい、後です、ね、今もめちゃくちゃ笑ってくれる、はい、あの、まあ、クレイジートレインを弾くんですよね、はい、はい、ということで今日はですね、新入荷情報、そしてまだ売れてませんシリーズやりましたけども、どうでしょうか。少しはなんとなくギター覚えてきた。はい、レスポールってこういう形だなとか、なんとなく、なんとなくなんとなく、アコーギとエレキの違い分かるよね。もうね、分かります。それが分かるよね。はい、12弦とか分かった。これ12弦12本ある、はい、あ、いや数えなくていい今頃数えてどうすんのありました12個、はい、ということでね、ちょっとよろしくお願いします、はい、じゃあ最後締めてください。はい、はい、最後なんて言うんだっけ、店長のギター紹介動画、うん、いかがだったでしょうか。紹介はしてねえじゃん新入荷情報、うんうん、いかがだったでしょうか。はい、はい、それでぜひ、うん、チャンネル登録、あ、そうそうそう、お願いいたします。はい、はい、じゃあではまた次回の動画でお会いいたしましょう、はい。